はい、どうも皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回やっていくのは、灘高校の図形問題。この図形において AC の長さを求めようと。非常にシンプルな問題ですよね。シンプルなんですけど、なかなか簡単には解けません。この問題すごくね、シンプルがゆえに、補助線の置き方によっていろいろな解き方があるんですよ。今回はそのうち3つの解法を紹介していくので、ぜひね、それぞれの考え方、パズルみたいな面白さを感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでは早速見ていきましょう。三角形 ABC があって、 A から垂線を下ろしたところ BDDC が1、4で、角度の条件として角度 B が角 C の2倍になってますよと。この角度の条件をどういうふうに処理していくかっていうのがこの問題のポイントですよね。ということで、この角度を処理するために、まあ2倍っていうのは難しいから、例えばこういう補助線が考えられます。角 B を半分にする。角の二等分線を引いてあげる。そうすると、角 ABE、EBD、ACD、すべて角が等しくなりますよね。で、ここにね、角の二等分線が出てきたので、こういうね、角の二等分線が出てきたときに、まず考えなきゃいけないことっていうのが、この性質ですよね。角の二等分線によって、まあ、三角形のね、この辺が内分されるとき、その内分比 C 対 D と A 対 B ね。A 対 B イコール C 対 D。この性質を角の二等分線のときは必ず意識しなきゃいけないと。まあこれ一応ね、高校の範囲なので、高校入試で使うのどうなのっていう話なんですけど、まあこれね、灘高校レベルになると、まあこれぐらいは知ってなきゃいけないのかなっていう感じですね。ただね、三つ目の方法では、これもね、使わずに解いていくので、まあそのね、解法も楽しみにしてくれたらいいかなと思います。じゃあこのね、角の二等分線の性質を意識すると、ここでね、AB 対 BD っていうのが AE 対 ED と等しくなるっていうことがわかりますよね。ただ、ここで BD しかね、この比の中でわかるところはないわけなので、まあ別のことも考えなきゃいけない。その時に、この角度が等しいっていうことに着目してあげると、三角形 EBD と ADC。この二つの三角形相似ですよね。直角と角が等しいと。なので、あとはね、相似比に着目してあげると、それが BD 対 CD の部分、1対4に対応してるんですよ。なので、三角形の相似比は1対4で、このことから DE、ね、高さの部分、DE と AD の比が1対4ということがわかる。ということは、この長さを1とすると、AD が4なわけだから、AE は3になるわけ。もうわかりますよね。DE 対 AE が1対3ということは、AB 対 BD が3対1。BD が1なわけだから、AB の長さが3というふうに求まるわけです。で、この AB イコール3がわかったら、もう勝ち。なぜかというと、三角形 ABD で三平方の定理を使うと、AD の長さ。AD の長さがルート3の2乗引く1の2乗で2ルート2っていう風に求まって、三角形 ADC でもう一回三平方の定理を使うと AC はルートこれの2乗足すこれの2乗で2ルート6と、こういう風に求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じで角度の条件から二等分線を引いてあげる。そしたら角の二等分線の性質が使えるわけだけど、それだと解けないから、三角形の相似に着目してきれいに解いてあげると。まあ、こんな感じで解くことができるわけです。これが一つ目の解法なんですけど、二つ目の解法は、先ほどね、角の二等分線の補助線を突き抜けて AC との交点のここまでね、伸ばしちゃいましょう。そうすると、どういう風になるかというと、三角形 EBC、こいつが二等辺三角形になるんですよね。こういう風に角度の条件を使って二等辺三角形を作ることができる。で、しかも、このね、角の二等分線の性質から、BA 対 BC が AE 対 EC に移りますよと。このことがわかるわけです。で、今回 BC が5っていう条件しかわからないわけなんだけど、ここでね、この三角形 EBC が二等辺三角形ということと、まあ、ここにね、垂線があるっていうことに着目してあげて、E から垂線を下ろしてあげましょう。すると、このね、垂線の足っていうのは BC の中点に来ますよね。三角形 EBC 二等辺三角形だから。だから BC が5なわけだから、ここの長さが2分の5。
ということが分かって、すると、ここの長さっていうのは2分の5から1引いて2分の3。このように長さを求めることができる。で、この AD が垂線。で、E、まあ、ここは H としましょう。EH も垂線ということは、AD と EH、平行なんですよ。このね、平行線の性質を使ってあげると、この CE 対 EA、求まりますよね。だって、CH と HD の比と一緒だから、2分の5対2分の3で、5対3と。このように、比を移すことができるので、あとはこの5対3っていうのは、ね、二等分線の性質から BC 対 BA と一緒。BC の長さが5。で、それが丸5に対応するわけだから、AB の長さが3というふうに求めることができるわけです。まあ、あとはね、一つ目の解き方と同じように、3平方、3平方を使って2ルート6と求めることができるわけです。これが角の二等分線を突き抜けて二等辺三角形に着目して解いてあげるパターン。これが二つ目の解法でした。で、このね、一つ目と二つ目の解法、ともに角の二等分線の性質を使わなきゃ解けないですよね。で、これが、まあ、高校入試の解き方としてどうなのっていう考え方もあるので、最後にね、三つ目の方法を紹介していきます。まあ、三つ目の方法は、角の二等分線を使わない方法。まあ、どういうふうにね、補助線を引くかというと、これはちょっとね、試行錯誤しないと見つからないんですけど、この三角形 ABD をパタンと折り返してあげましょう。すると B がね、E に移るわけなんだけど、当然ここの長さは1。で、角度に着目してあげると、この角 AED は丸2つ分ですよね。すると三角形 AEC の外角に着目すると、角 EAC は丸1つ分になるんですよ。そしたら、三角形 AEC が二等辺三角形だし、しかも三角形 ABE も二等辺三角形。つまり、ここの長さが全部等しい。よって EC の長さはって言ったら、まあ、4-1 で3。じゃあもうこれで AE の長さも AB の長さも3ということがわかるよねと。あとは3平方、3平方で2ルート6というふうに求めることができるわけです。もうこれね、この補助線が引ければ10秒あれば解けちゃいますよね。まあそれぐらいね、補助線の引き方によって解き方の難易度っていうのが大きく変わってくるんですけど、一つ目のね、と二つ目の解き方っていうのは、角のね、2倍っていうところに着目して半分で引いてあげようっていう、まあかなり自然な発想なので、あまりひらめきがいらないんですよね。一方でね、三つ目の解き方はめちゃくちゃ簡単に解けるけど、その分この補助線のね、気づくのがちょっと難しいと。まあ、この問題非常にシンプルなのにパズルみたいな解き方がいろいろあって、まあ、すごくね、気持ちいい問題だったんじゃないかなと思います。今後もね、こういった動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。